塩焼きで食べてみてください。最後はこれだ、空中三枚切り。これで完成です。お刺身やしゃぶしゃぶなどで対馬の寒ぶりをぜひ味わってみてください。本物の解体ショーを見たい人は YouTube かホームページの方にアクセスよろしくお願いします。では失礼します。